ベルリン日独センター、ベルリン日独センター、ベルリン日独センター、ドイツ語、ジャパニッシュ、ドイチャス・ゼントラム・ベルリン、英語、ジャパニーズ、ジャーマン・センター・ベルリン、略称、JDZB は、日本、ドイツ両国政府の共同出資によって運営される、日独間の学術、文化をはじめとする、幅広い知的交流及び、異文化間交流の促進を目指す財団である。 学術及び文化の分野並びに同分野で経済生活と関連する分野における日独間及び国際的な協力を支援し深めるために会議系事業を中心に文化事業、人的交流事業等を多彩な事業を日本及びドイツで実施。事業活動にはアジア太平洋圏全体及びヨーロッパ諸国をも取り込み、 国際社会における日独の立場や国際問題に関する日独共同事業のアホー等も取り上げている。形状予算は日独間で公的資金で接半分担し、運営機関も日独同数で構成する二国間機関で国際的に見ても類似の機関は存在しない。1983年昭和58年開催の第9回先進国首脳会議。 ウィリアムズ・バーク・サミットの際に、中曽根康弘総理大臣と、ヘルムート・コールドイツ連邦共和国首相が将来へ向けて、日独交流を促進、強化ることで合意し、ベルリン日独センターが設立された。その際、戦後廃墟のまま残っていた、旧日本大使館の建物を、修復再利用して、活動の拠点とした。その後、東西ドイツが統一して、 ベルリンが統一ドイツの首都に定められ、日本国大使館も、ボンからベルリンに移転するのに伴い同建物を引き払い、ベルリン自由大学に近接する現在の場所に移転た。毎年20件前後の会議系事業、シンポジウム、ワークショップ、講演会、他を実施。テーマは、社会科学、人文科学、自然科学を問わず、 日独両国の自極的懸案事項を中心に取り上げる。内容に応じて学者、研究者、政治家、実業家、文化人、ジャーナリスト、学生等が参加。開催地は主にベルリンだが、ベルリン以外のドイツの都市やヨーロッパの都市、また、日本でも東京及びその他の都市で実施している。講演会では、歴代の中毒日本国大使をはじめ、回復都 1990年、黒川紀章。1999年、2005年、池澤夏樹。2002年、麻生太郎。2009年、野依義春。2010年等が講演している。その他にも吉川フィッシャー独外賞と日独の大学生。2001年、大江健三郎と、田和田洋子。2001年、田和田洋子と、伊藤博美。2009年等の討論会や、 対談会も実施。江崎レオナもベルリン日読センターで開催された日読シンポジウムに参加している2000年。設立25周年の祝賀講演会でヘルムート・シュミット元首相が日読関係に関する講演を行ったのに続き、設立30周年にはクリスティアン・ブルフ前大統領が手を携える日本とドイツとダイス講演を行った。 日独青少年交流の相互調整機関として、日独両政府、公益財団、民間企業からの委託事業として、毎年複数元の人的交流プログラムを実施。中でも、勤労青年、次世代指導者、若手研究者等青少年の相互交流に重点を置いている。日独交流の促進、強化を目的に実施する文化事業の中心は、 ベルリン市民を対象とする展覧会、音楽会、朗読会、映画上映会、芝居上演等を多彩である。中でも好評を博しているコンサート、ダーレム音楽の夕べは、日独の若手演奏家の登竜門として、後に有名になった音楽家を複数名輩出している。チェリストの石坂團十郎も、無名時代に、ダーレム音楽の夕べに数回出演した。朗読会には、 マルヤ・サイ2000年、谷川俊太郎、2003年、吉本バナナ及び小野正嗣、共に2015年が登壇しいる。また、毎年初夏に開催される、オープンハウスでは寿司、天ぷら、生け花、書道、折り紙、漫画といった、日本の日常生活の一端を、ベルリン市民に紹介する。皇后、道子の行刑を得た、展覧会、赤ずきんと、 名作絵本の原画たち2005年をはじめトーマス・ヘルツォーク建築店2003年などまれながら日本で文化事業を実施することもある日本語を母語としない15歳以上の人を対象とする独自の教授法に基づく日本語講座を開講。初級から上級まで6段階に分けた講座編成で1月から12月までの年間カリキュラムであるその他にも 書道講座とテーマ特定の数週間単位の講座も実施。また、日独会議通訳者要請を目指す定期研修会も実施している。一般に公開している開花式と書室は、日独関係及び日本研究に関する書籍を中心に、日本語、ドイツ語、英語の約9000冊の蔵書を所有。外部から蔵書をオンライン検索することも可能。 会議系事業の成果をまとめる JDZB ドクメンテーション及びベルリン日読センター報告集の2つのシリーズを発行する以外にも様々な記念出版や展覧会のカタログエディトリアルブックアート財団の1997年度ベスト図書設計賞を受賞した東京ベルリン19世紀から20世紀における両都市の関係1997年日読協会 東京と共編の日独交流の架け橋を築いた人々2005年、等多数の書籍を刊行している。ドイツ財団法に従い、全体理事会及び、評議会によって運営される。理事、評議員はいずれも日独同人数で、各界の有識者より構成される。日本側の歴代評議員には、実業界の山下勇。 1985年から1987年、鹿内信隆。1985年から1990年、長岡みのる。1985年から1999年、丸田義夫。1987年から1997年、大賀則り1990年から2005年、堤聖二、1999年から2010年、樋口光太郎。 2001年から2006年、文化会の東山海、1985年から1994年、平山行くを、1995年から2009年、政界の大北三郎を、1985年から1993年、学会の沢田敏夫、1985年から2008年、小を説、1985年から2008年、 といった日本を代表する要人が数多く含まれる。中曽根康博、元首相は、ベルリン日独センター設立後も、ベルリン日独センターに対する関心を維持し、コール首相との会談の場として、利用。1988年した以外にも、法人との懇親会等で、ベルリン日独センター事業に、たびたび参加している。百九十二年、百九十五年、 1997年、リハルト・フォンバイツ・ゼッカー元大統領も、ベルリン日読センターを訪問している。193年、1995年。ベルリン日読センターは、皇室関係者の来訪を受けている。例えば、1987年の春公式のヒロノミヤ・ナルヒト新能列席をはじめ、金城天皇、皇后もドイツ訪問の際に、 ベルリン日読センターを法人との越験の場とた。1993年、高窓の宮のりひとは、久子妃と共に、設立10周年記念式典、1995年に臨席しただけでなく、ベルリン日読センターが日本に派遣する、ドイツ製少年団を歓迎する式典で、たびたびスピーチを行った。秋篠宮文人親王、のりこ日もベルリン日読センターを訪れている。 1999年、三笠の宮隆人親王も非公式に訪れたことがある。皇太子、成人親王は、東日本大震災との関連で2011年6月24日に開催された日独シンポジウム、環境と資源の持続可能性及び長期的災害対策に関する日独協力でスピーチしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。